はい、どうも、こんにちは。日本ダービーの前頭診断をね、やっていくわけなんだけども、まあね、前もって言っとくけどね、僕、サートルナーリを本命にしないと思うな。うん、他の馬から行こうと思ってます。まだ何か決めかねてるんだけど、まあその理由もね、おいおい話すんで、まあ50音順にね、いつものように言っていくんでね、まあ聞いてってちょうだいよと、そういうことです。で、まず、アドマイヤ・ジャスタ。あね、もう、ミルコ・デムーロさんがね、もう完全復調しましたね、もう。うん、素晴らしいね。まあ、おそらくね、そして今回も、先週のオークスに引き続いて高速馬場になってくるかなと思うんですよ。で、このアドマイヤ・ジャスタっていう馬はね、ちょっと前引っ張ってって、そのハイペースな感じで、前引っ張ってて持つとは思えないしね、まあ、かといってね、後ろから差し足を出すために構えて、そっから伸びてくるほど器用な馬でもないし、ちょっと分が悪いし、ちょっと今回展開が向かないんじゃないかなという気がします。はい。で、次、エメラルファイト。まあ、この馬はちょっとマイルぐらいで変えたいよね。うん。距離長いし、明らかに距離長いし、うん。サツキ賞の時の前頭診断でもちょっと言ったかもしれないんだけど、まあ結局サツキ賞は出れなかったんだけども、まあちょっとね、上位との差はまだでかいかなと思ってね、まあマイルぐらいで変えたいですね。はい。で、次、カフジジュピター。まあこの馬はちょっと除外対象ですね。まず自己条件でね、見てみたいなという気がします。で、次、クラージュゲリエ。まあ、今年のね、共同通信杯はね、まあ、ダノン・キングリーもいて、アドマイヤ・マーズもいて、すごいレベルが高かったと思うんですよ。うん。で、まあ、東京高速馬場のね、経験もあるし、まあ、ただしね、ダノン・キングリーとの差がね、まあ、複数回戦ってるんだけども、あんまり縮まってない気がするし、ちょっとね、そういうの考えたら、ちょっとこの馬をね、まあ、強みに押すことはま、考えられないのかなという気がします。はい。で、次、サートル・ナーリア。ね、まあ、多分1万人気になるんでしょうけど。まあね、普通に構えてね、まあ中段から前方あたりにいればね、まあ3着は硬いんじゃないかなという、まあ見方らしいんですけども、まあそうですね。まあ、それは妥当だと思うんですけども、ちょっとね、馬体のね、写真見た感じだともうめちゃめちゃムキムキのマッチョマンになってるんですよ。うんで、2400の馬じゃないんですよね、明らかに。うん。まあでもこの時期だったら能力で押し切っちゃうってこともあるんですけども、ちょっと2400の馬じゃないなって気がしました。うん。でも上がりの足もあんま出せませんしね。うん。で、さらに、今回今までで一番レース感覚が狭いので、そこら辺がどうなのかなっていう感じです。まあ、ホープフルステックス皐月賞はね、火の打ち所のない走りだったんですけども。あとね、レーンジョッキーのね、母国はね、長い距離のレースがあんまりないんですよ。だから、こういった2400みたいなレース経験あんまないと思うので、そこでね、レーンだからっていう風に、ちょっとね、安心しきるのもどうなのかなという気がします。で、次、サトノー・ルークス。まあ、ダービーだけにね、標準を絞ってきたという馬なんですけども、絶対的なスピードがそこまでないのでね、今の馬場はあんま向かないっていう気がします。まあ、ただしね、まあ、サツキ賞でね、まあ、かなりダメだったので、そこでね、不当なまでに人気落ちするようだったら抑えてもいいんじゃないかなという、まあ、その程度ですね。はい。で、次、シュバル・ツリーゼ。まあね、姉妹の足に徹して、伸ばしてくるのがね、この馬にとって一番いいという気はするんですけども、まあ今回のような高速馬場でね、届くのかがちょっと疑問ですね、ちょっと。うん。あそこまで速くなっちゃったら、前捉えきれないので。まあただ持ちタイムはいいもの持ってるんでね、うん。そこら辺は信頼していいと思います。はい。まあ府中もね、新馬勝ちの舞台で合ってますね。はい。で次、タガノディアマンテ。まあちょっとローテーションがあまりにもきつくてね、だいぶ無茶してきてるんでね、まあベストの状態で迎えるのはだいぶ難しいんじゃないかな。まあ入着するのがまあ良くてっていう感じですね。はい。で次、ダノン・キングリー。まあ上がり勝負になったらこの馬が一番に出てくるんじゃないですかっていう気ますね。うん。まあ、完全に直線が長い府中向きなので、まあそうですね。だから中山のサツキ賞ではあんま向かないんじゃないかなと思ったんですけど、でも頑張ったのでね。うん。中山であんだけ来れたんなら、府中だったらもっともっとやれると思うんで、巻き返す余地がね、大いにあります。はい。で、次、ダノンチェイサー。まあ、長い足使えないから、まあね、一瞬のね、早めに動くんじゃなくて、一瞬の切れ味をね、どのタイミングでいいところで出せるかっていう、まあ、戸崎ジョッキーの腕にかかってるんですけども、まあ、素直な馬だしね、折り合いはよくね、うん。そこは折り合いよく、道中運べる馬なので、そこはね、なんとか頑張ってほしいなという気がします。まあ、決闘的にも2400は全然守備範囲です。はい。で、次、ディスモーメント。まあ、未勝利を勝って登録してきてるんですけど、まあ、今回除外ですね。はい。で、次、ないまま。で、まあ、京都新聞杯でね、まあ、ちょっとね、復調気配がね、
あるかなという気もしたんですけども、さすがにもう使いすぎててね、お釣りはないなっていう気がします。はい。で、次、西野デイジー。うん。まあ、トースポハイ勝ってる、まあ、ダービーと相性がいいんでね。うん。まあ、中山コースがずっと苦手だったっていう、そういう可能性もあるんで、東京ならね、ベロックスに勝ってるんで、まあ、父親ハービンジャーってのも距離は OK ですし、まあ、中山さつき賞よりかはこっちの方が狙い目かなという気はします。はい。で、次、ヒーリングマインド。まあ、最後の足がね、遅いんでね、そこちょっと厳しいですね。まあ、スローになる展開でのレースでないと厳しい気はするんですけども、まあ、おそらくスローにはならないと思うので、あんまり出番はないかなという気がします。はい。で、次、ヒルノダカール。まあね、あの、抽選なんですけど、まあ、出れたとしても中一周だしね、上とはまだまだ差があるんでね、まあ、ここでは買う馬じゃないですね。はい。で、次、マイネルサーパス。はい、まあ、同じく中一周なんですけど、まあ、あの、プリンシパルステークスでね、すごいいい手応えだったんですけど、そこから全く伸びなくてね、うん、まあ、一回叩いて上積みがあるのかどうかわからないんですけど、まあ、ここに手を伸ばすのはね、まあ、どんな角度から見てもちょっと難しいかなという気がします。はい。で、次、名称天元。まあ、スタミナがね、どうかなっていう気がしますね。まあ、決闘的に不注は合うんですけども、ちょっとね、スタミナがどうなのかなという気がします。で、まあ、オモババ適性があるのか、レオババ適性があるのかよくわかんないんですけど、この馬は。ちょっと難しいですね。時計が速くなりすぎると、まあ、道中追走できない可能性もあるんで、はい。まあ、ただね、まあ、竹豊ジョッキーがね、まあ、怪我明けでね、まあ、不審な時もね、馬に乗せ続けたね、その名称のオーナーでね、まあ、ダービー勝ったらね、まあ、結構夢がありますよね、と思います。はい。で、次、ランフォザローゼス。まあね、血統も府中2400向きでね、もう似たような血統の馬がバンバン勝ってますから。まあでも、長くいい足使えるんでね、早めに動いてね、前がうまく空いてくれればね、上位食い込みの余地も期待できます。はい。で、次、リオンリオン。まあね、どんだけのペースで逃げられるかによるんですけども、まあね、サツキ賞じゃない、間違えた。青葉賞ね。青葉賞でがね、すごいもうあれは、鞍上の腕っていうのもだいぶ大きかったと思いますね。もうしぶとく粘って、まあ後ろほどほどにスタミナを使わせてね、自分は絶妙なテンポで刻んでっていう。まあああいうのが再現できるのかっていうことで、まあ再現できたとしてももっと強い馬がいるので、ちょっと青葉賞がもうすごい120点のレースだったのかなという気がします。はい。で次、レッドジェニアル。まあね、レッドなんとかっていうのはね、あの穴でよく突っ込んでくるイメージあるんですよね、やっぱ。まあでね、まあ一回走った2400メートルで、ちょっとね、伸びあぐねてた気がするんでね、ちょっとまだこれからかなっていう気がします。はい。で、また東京で2400っていうのはさらにもっとタフなんでね。はい。で、次、ロジャー・バローズ。まあ浜中ジョッキーはね、逃げってのすごい上手いんですよ。まあ、リオンリオンとどういう兼ね合いでいくのかによるんですけども、まあね、直線どこまでね、まあ出番があるのかなっていう、まあそんぐらいですね。はい。で、次、ヴィント。あの、竹の下ジョッキーの馬ですね、これは。まあ、抽選なんでまだわからないんですけど、まあ、持ち時計はね、あるんですよ、ちゃんと。時計的な裏付けはあるんで、出てきたら、まあ、前線はするんじゃないですか。そんなにね、そんなに惨めなレースはしないと思います。はい。で、最後に、ベロックス。この馬はね、あの、中山の方が向いてたと思うんだよな。この馬は東京じゃないんだよ。中山の方が絶対向いてたと思う。あの、トースポハイでね、あの、ないままとか西野デイジーにね、切れ味勝負で負けてるのはね、まあ、いくら不利があったとは言い訳できないし、あと今の馬場だとやっぱ33秒台ぐらい出せないと上がり、厳しいと思うんだけども、ベロックス33秒、足出せる気はしないので、ここじゃないですね。東京ではないですね。絶対やってないですね。という気がします。だから人気どころでね、ちょっと切るとしたらこのベロックスになるのかなっていう、そんな感じですね。はい。というわけで、まあ、以上、19頭かな？違う。もっといるわ。20何頭か。わかんない。ちょっとこれあの、抽選結果出る前に撮ってるから、これ出る頃にはもう、抽選18頭絞られてると思うんだけども、まあ、そんな感じでね、全頭のね、まあ、こういう風に見てますみたいなのを、喋ったんで、ぜひね、よかったらね、なんか僕にアドバイスください。あの、参考にしてくださいとは言いません。なんか、お前これ違うぞとか、お前これいいぞみたいな、そういうアドバイスをね、
ください。参考にしろとは一言も言いません。はい。まあ、また結論ね、最後のどういうふうに買うとか印みたいな結論の動画は何曜ですかな。金曜か土曜かに出すと思うんで、ね、それをぜひね、そっちもご覧になってくださいというわけで、はい、終わりです。喉が痛い。